はい、こんにちは。カープライムカッティングエッジ、今日担当しますのは自動車ジャーナリスト工藤貴博です。今日持ってきたのはですね、じゃーん、こちら、ホンダの S660 ですね。見ての通り軽自動車の、本格的なスポーツカーです。デビューが2015年、まあ、久々にホンダの軽自動車の、スポーツカーの復活としてね、まあ、ビート以来ですね、初めてのマイチェーンをしたのが、マイチェーンというかですね、まあ、小変更ですねしたのが、2020年、去年の1月にですね、多少変更が加わってます。でそのポイントはですね、後ほど詳しく説明しますが、まず見た目はですね、分かりやすいのが、こう A ピラーからこのルーフにかけて、ここはですね、以前はねブラックだったのが今ボディ同色になってます。上級グレードの、アルファなんですけど、このバンパーの端にですねライトが加わってます。まあ、これがですね分かりやすい見た目のポイントでね、もう一つ実はあって、以前はですねこのフェンダーにウインカーがあったんですが、今のモデルはドアミラーにウインカー内蔵になってます。でそのあたりがですね、まあ、最新モデルを見分けるポイントになってます。もう注目するところは一つだけです。世界最小、現在売ってる量産車としては世界最小の本格スポーツカーだっていうことですよね。ボディがですね、まあ、スポーツカーっていろんな作り方があって、量産のこうハッチバックとかをベースにすることもあるんですけど、この車もう専用のボディ起こしちゃってます。プラットフォームも専用設計です。でエンジンをミッドシップに積んで、これだけ、まあ、日本でいう軽自動車枠、これだけですね、小さい 3.4 メーターっていう長さで、車をスポーツカーを作ったっていうところがですねすごい。もうこんな車ね多分二度と出ないと思います。小さい車体とそれから軽さですね、一番軽い車だと830キロぐらいしかないので、今時の車としてはものすごい軽いですね。なので軽快に走れる、そんなところをですねぜひチェックしていただきたいなと思います。じゃあ、サイドを見てみましょうかね。一番誰でも分かると思うのはとにかく低いんですよね。軽自動車最近ね、背が高い車もう1700とか超えるような車もありますけれど、この車はですねとにかく低い。僕は身長167なんですけど、もうそれよりも全然低くて、ルーフこうやってパンパン叩けちゃいますからね。まあそういった背の低さもポイントですし、スポーツカーはやっぱりこう後ろに座ってこう人がですね車を楽しむっていうのが一番大事なことだと思います。そういう意味でもね、これちゃんと本格スポーツカーのセオリーをちゃんとですね踏襲している、まあ、守っている車ですね。でこの車特徴はやっぱりこのエンジンが後ろについていることですね。まあ、ミッドシップといって、乗員の後ろにエンジンがついてます。何がいいかっていうと、重量配分を最適化できることですね。フロントを軽くして、リアを少し重めにしてトラクションを稼げるようになります。で、まあ、後ろにエンジンがついてる、まあ、軽自動車のスポーツカーって今これだけなんですよね。昔はね、AZ1 とか、まあ、ホンダのビートとかありましたけど、今はもうこれだけになってます。でこの車あと、その重量配分っていうのがすごく気にしてまして、まあ、前後50対50がいいとかいろんな説があるんですが、この車の場合は、まあ、フロントが45、リア55、そういう重量配分になってます。じゃあエンジン開けてみましょう。これ後ろ側にこうフードが開くようになってます。はい、3気筒のターボエンジンですね。まあ、660cc、 これで64馬力を発生します。なんかねレイアウトとか結構美しいんですよね。こうパイピングの形状とか、やっぱねスポーツカーのエンジンはですね見せることも大事なんで、見てこうチープな感じとかしないように、作ってあるなっていうのが伝わってきます。屋根外してみましょう。今日ですね、屋根の外し方を、全体を見てもらうために GoPro ここに装着してます。はい、では乗り込んでみます。ドアノブがね結構凝った形してるんですよね。ホンダ車の中にもこういうのないですよね。専用設計ですね。非接触キー、まあ、いわゆるスマートキーですね。その、ドアロックとロック解除のボタンですね。ちょっとこれ見えない、目立たない場所にあるんですよね。結構ね細かいところまでねすごいこだわってるなっていうのはこういうとこからも伝わってきますね。で乗り込んだらまず、センターのロックを外します。でそれからですね左右のロック、2箇所ですね、右と左、これを外します。はい、でそしたらですねあとはもう簡単です。ぐる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 、もうこうやって巻き取るだけです。で巻き取ったら、僕なんかだと割ともうこのままここへ入れて運転しちゃったりするんですけど、はい、まあ、本来はホロを置く場所がちゃんと用意されているので今日はそっちに入れてみましょう。
はい、でちなみにこれ掘るねやっぱ手動なんでちょっと手間はかかるんですけど、今見て分かる通り慣れるともう1分ぐらいですよね。そのぐらいで外すことできます。ボンネットを開いて、ここにケースがあるんですが、これねいいと思うのはやっぱねダンパーがちゃんとついてるのがいいですね。これダンパーなければこう片手でホロを持って上げながらこうつっかえもしなきゃいけないんですけど、その手間がないのはですね非常にいいです。これでここにボックスがありますね。でこの車エンジンがここにないので、その代わりこういうユーティリティボックスがあります。はい、でこれを開けますね。前側に開きます。ボックスがあってここにホロがちょうど収まるようになってます。はいはい、でここにベルトがあるのでこれで固定して、はい、バチッバチッ、これで完了ですね。この車はトランクと呼べるものはここしかありません。なので、荷物を置く場所はっきり言ってないです。ただ、まあ、そういうところがこの車の、買う資格があるかどうかのふるいのようなものですね。これで荷物積めないんじゃなっていう人はこの車厳しいと思います。じゃあ今度逆にですね、ホロ閉めてみましょう。まあ、先ほどのボックスにホロが入っているので、まあ、これを取り出します。はい、まあ、ホロ自体はですね片手でこうやって持ってる重さになってますね、うん、でホロを閉め、はい、でボンネットも閉めます。はい、でホロをですねまず、フロントとリアを間違えないように、かけますが、これねリアって実はちゃんと書いてあるんですよね。でこれを目印にして、真ん中にバッて置いちゃうのがいいと思います。まず真ん中を定めて置く、はい、そこからですねもう左右に、合わせていく、はい、まあこのぐらいなら急な雨降っても対応できるんじゃないですかね。はい、で中に回りまして、はい、バチッと閉めて、はい、で真ん中を固定、はい、これで終了です。では、中を見ていきましょう。まずですねこの車座った瞬間にですねいいなと思うのはシートの作りなんですよね。例えば軽自動車ってよくねシートがちっちゃいとかホールド性がないとかって、まあ、ありがちなんですけど軽自動車あるあるです。はい、なんだけどこの車見てください。これシートだけ見たらもう普通のスポーツカーですよね。サイズもしっかりしてますし、あとこういうサイドサポートもうすごい張り出しててがっちり作ってます。まあ、サーキットでもね対応できるようなこうホールド性があると、まあ、そういうシートからもホンダ S660 結構本気で作ってるなっていうのがすごいよくわかりますよね。うん、まあこの S660 のキーワードはそういう本気なんですよ。サイズはちっちゃいんだけど作り込みはすごくスポーツカーになってる。例えばねこのインパレの作りだってこうドライバーの中心に対してこう左右対称になってて、もうスポーツカーそのものですよね。これ写真で見てこれ軽自動車って普通ね分かんないぐらいなってると思います。シフトノブこれマニュアル車なんですけど、こういったですね金属調の作りでそこにスエード調の、合皮を貼ってあって、すごくね質感がいいですよね。でこういうところ本当大事だと思います。で質感といえば、まあ、ステアリングもねこれスエード調になってて肌触りもいいというか、まあレーシングカーみたいな雰囲気、競技車両っぽい感じに仕立ててますね。直径が 350mm、 これねホンダ車の中で、ね、一番ちっちゃいハンドルなんですよね。で形もちゃんとねここコブが出ててスポーツカーっぽい、下はねフラットに D シェイプになっててすごくスポーツカーっぽい作りになってます。もちろんねこれ専用設計ですかね S660 の。で最新モデルの上級グレードはここスエード調になってます。この握る部分がレーシングカーとかね競技車両っぽい雰囲気ですよね。まあ、質感もいいしね、このハンドル見てこれ軽自動車だって絶対思わないですよね。うん、すごくいいなと思います。最新モデルだけの、ポイントとなってくるのがですね実はこのシートヒーターなんですね。ローと、はい、2段切り替え式のシートヒーターが、上級グレードの、アルファに入ってます。多い誤解がオープンカー夏の乗り物だ
って思われがちなんですけど、実はそれはあの誤解で、真夏はね暑いんで乗りたくないです。オープンにしたくありません。一番いいのは春とか秋の、まあこう心地いい陽気だなっていう時が、オープンカーのベストシーズンで、あとはちょっと寒くなってきてもオープンカーって割と気持ちよく乗れるんですが、その時にですねやっぱ役立つのがこのシートヒーターね。シートヒーターで体ポカポカにしてると、あの少し寒いぐらいでも快適に運転できます。もう絶対オープンカーの必需品、これねついて本当良かったです。あの他の車にあんまりない、個性というか特徴がですね、リアウィンドウですね、これ開くんですよ。でしかも電動です。下げてみましょう。何がいいかというと、オープンの時の開放感がまず高まりますよね。でそれに加えてもう一つ、こう屋根を開けない時でも後ろを開けることによってエンジンの音がですね中によく伝わってくるんですよ。でこれエンジンの音も作り込まれてるんで、やっぱ運転楽しむ時はエンジンの音いっぱい聞きたいなと思ったらここ開けるといいですね。あの途中で止められるんで、まあ入ってくるボリューム調整もできたりします。はい、ではインプレッションいきましょう。 S660、グレードは、α 超級タイプですね。でトランスミッションマニュアルです。このマニュアルはですね、トランスミッション6速ですね。でリバースの位置は6速の右隣にあります。まあこう一番ドライバー側の下ですね。これミッションかっちり入りますね。 S660 用に作られたミッションなギアボックスなんですよね、これ。でその版とか N1 の RS のマニュアル車とか、そういうところにも使われているトランスミッションの軽自動車用のやつですね。ほんとね、座った瞬間スポーツカー、このタイト感、スポーツカーってこうタイトな車いっぱいありますけど、横幅がこれだけしかないっていうのはなかなかないですよね。ものすごくね車幅が狭いですね。こういうスポーツカーはね新車で買えるのはこれだけですよね。着座位置もちゃんと低いです。これはいいですよね。やっぱねスポーツカーはね低く座りたいですよね。ではスタートしていきましょう。まあ、トランスミッションスパスパ入るし、あとクラッチもねあのさっとつながりますね。扱いにくさはないですね。あの運転してて気になるのはですね、ちょっと後方視界が良くないかな。そもそもねあのヘッドレストがねルームミラーに映り込んじゃってますね。これは良くないんですが、あの純正オプションなんかで採用しているあのカメラ式のミラーをつけるといいんじゃないかなと思います。まあ、僕ねそれ乗ったことあるんですけど、相当後ろの状況が分かっていい感じになりますね。なので、まあ、もし S660 買って後ろ見えにくくて嫌だなと思ったら、まあ、カメラ式のミラーをね純正でもいいですし、まあ、車外のやつもう今いろいろあるんで、そういうの考えてみてもいいかなと思いますね。で一方でねサイドミラーはね結構見やすいですね。これあの専用デザインでね、ものすごく幅が広いんですよ。天地は狭いけれど横はよく見えるようになってますね。ミラー越しの斜め後ろの視界は悪くないですね。走り始めてねすぐ感じるのはですねエンジン音なんですよね。エンジン音がね普通の軽自動車とちょっと違って、あの今後ろ開けてみましょう。こうリアウィンドウ開けるとエンジン音が余計聞こえてくるんですけど、バサバサしててねなんかポルシェみたいな音がするんですよね。ちょっと空冷っぽいというか、このバサバサな音、これは結構好き嫌いあるなとは思いますけど、僕は嫌いじゃないです。ホンダの人に聞いたところ、結構音をチューニングしてるそうです。スポーツカーなんで音大事ですよね。車がね S660 ならではだなと思うのは、車体がちっちゃいじゃないですか。で四隅がねものすごくよくわかるんです。これスポーツカーってね見通し悪かったりとかって車体の感覚つかみづらい面が実はあるんですけど、でもこの車ね狭い峠道なんか走っててもね、フロントタイヤの位置とかがねもう手に取るようにわかる。これはねなかなかいい、なかなかいいというか、だから狭い峠道でも思いっきり走れますよね。例えばバイク乗ってる時ってバイクの幅が肩幅ぐらいに感じるじゃないですか。だからものすごくねあの狭い場所でも走りやすいんですけど、 S660 もそういう感じですよね。吹き上がり方とか全然違いますよね。さっき試してみたら、まあ、8000回転手前まできっちり回るんですよ。バルブスプリングとかねあの変えてて高回転が気持ちよく滑らかになるようになったりとか、あとタービン自体もねあの実用
モデルの NBOX とかと違うんで、やっぱね、その辺の作り込みも、しっかりやってます。なんかいいな、こういうちっちゃい車乗ってると。気持ちいい。フロントが軽いから、ノーズがスパスパ入るじゃないですか。どんな動き方かっていうとね、まあ一言で言うと水すましですね、これね。シュンシュンって走るんです。もちろんその S2000 みたいなピンピンって感じじゃないんだけど、でもとってもね軽やか、この軽やかさが S660 の走りの魅力かな。すごいな、これだけ、まあ、今一速だったんですけど、エンジン回してもまだまだ制限速度には届かないと。まあ、ギア自体は割とクロスレシオなんですけど、あのエンジンが高回転まで回るので、7700回転ぐらいまで回るので守備範囲が広くて、2速だと60キロまで出せます、速度が。だから狭い峠道、まあ、狭いっていうか普通の峠道だったら2速でこと足りちゃうっていう、感じですね、はい。でちょっとアクセル踏んでみましょうかね。あ、この辺りはねちょっと音が軽自動車っぽい音もするな。まあそれは3気筒だからしょうがないですね。まあ、これはもう割り切り、この辺は妥協しましょう、でもそれよりもこのやっぱハンドリングが良くて、峠道走った時にこれだけ気持ちよく走れる、でこういう例えばタイトな峠道ってね、500馬力とかのスポーツカー来ても性能って絶対出せないじゃないですか。まあ、あのプロのレーシングドライバーが、まあ、クローズドしたこう、ね、峠道とかだったら別ですけど、一般コードでそういう車が性能発揮できないんですけど、これだったら結構エンジン回しても全然制限速度に収まっちゃうし、回してる感がすごい、なんて言うんだろう、運転してる感がものすごいありますよね。使いこなせるエンジンパワー、これ、ね、タイトな峠道だったら大きいスポーツカーよりも速いと思いますよ。これ全開にしてもめっちゃ速いわけじゃないです。もう数字なりの実力でしかないんですけど、気軽に全開できるっていう意味ではものすごく楽しめるね。車って300馬力とかあってもやっぱサーキットとか行かないと全開にできないわけじゃないですか。でも64馬力だったらこういう峠道とかでももう踏み切れます。そこは楽しみとしては結構ありますよね。なんて言うんだろうな、ゲンチャリのギア車に乗ってる感じですかね。昔例えば僕も高校の時に乗ってた、まあ、NS50 とか NS1 とか、まあサイズから言うと SR50 とかそういうのかな、まあ、ヤマハのね TZR でもいいし、そういった感じでこう峠道をもうガンガンエンジン回しながら、だけど実際の加速とか速度はあんまり速くない、なんかそういう懐かしい感じ持ってますよねこれね。いや楽しいな、等身大のスポーツカー。S660 ってそういうところですよね。なんかサイズとかね性能とかもこう背伸びしてこうスペックとかを誇るんじゃなくて、日常で乗って楽しめる、ものすごくファンなドライブができる、そういう車なんだなと思いますよね、乗っててね。あ、いいな、本当欲しいなこの車。運転する喜びをこう全身で感じたいっていうか、日常でこうスポーツドライビングを無理して速度の高い領域でやるんじゃなくて、さっとこうさりげなく楽しみたい、そんな人にねこれぜひおすすめですね。この車とにかくですね、操る喜びにこう満ち溢れている、とにかくですね運転してるのが楽しい、もう乗り始めると降りたくなくなる、まあ、そんな車でしたね。でまあ贅沢ですよねこの車。軽自動車という枠なんですけど、もう専用プラットフォームで、まあ、専用のボディで、ミッドシップにエンジン積んで、とにかく手間かかってます。でコストもかかってます。なのに、販売台数が多いかっていうとそんなことがないので、もう商売的にはですね結構厳しいんですよこういう車って。でもねホンダがこう世の中に送り出してきたっていうことだけで拍手を送りたいなっていう気分になってきますよね。おそらくね次ないと思います。で
さすがにこれ会社にゆとりがないとこういうことできないので、今ホンダはですね、環境に対してすごくエネルギーを注いでて、まあ、F1 だってね撤退する、まあ、撤退ですね、うん、撤退するって言ってるぐらいね、ホンダ今こういう車作る余裕がないので、次はまあおそらくないでしょう。なので買いたい人はとにかく早く買うこと、そんな感じですね。でこの車のどういう車かって言ったら、やっぱ存在としてもバイクですね。バイク、荷物を置く場所がないとかちっちゃいとか、まあいろいろありますけど、でもねバイクだと思ったらバイクよりは荷物積めるし、雨風もしのげるし割と快適です。まあ、そういった心構えで買う と、一番いいんじゃないかなと思いますね。家族持ちのねファミリーで、まあ、どうしてもセカンドカーが欲しい場合に、ファーストカーが例えばミニバンとか SUV、まあ、ステーションワゴンを、まあ家族用のファミリーカーとして、でセカンドカーでこういうの買ったらいいんじゃないかなっていうふうに僕はね思うんですよね。でこの車残価設定ローンで5年契約で買うと、頭金ボーナス払いなしで月2万円台で買えます。すごいね魅力的だなって思って、僕自身ね今買おうか真剣に悩んでます。はい、チャンネル登録いいね、よろしくお願いします。S660 も買ってください。